はい、おはようございます。カパパです。ここはね、天狗温泉浅間山荘前の、駐車場にいます。はい、ということでございまして、今日は浅間山を登ります。で、今日はねレベル1ですので、前掛けまで多分いけると思います。はい、あのね、小諸の方からずっと上がってきて今ここですね。で、このようにぐーっと行って、で、火山館まで行って、まあ、こっから登っていくんですけど、去年はね黒布山まで行きました。まあ、今日は前掛けまで行こうと思ってます。最初この沢沿いをずっと行くような感じですね。はい、鳥居が見えてきました。ちょうど出発して30分ぐらいかな。あ、これがね一の鳥居ですね。はい、浅間山荘からね 1.4 キロ歩いてきました。で、2の鳥居まであと 1.2 キロ、だから30分ぐらいですかね。はい、ここでねまた塗装するんですけどちょっと心もとない橋が、うわー、お天気がねすごい良くなってきた。青空はいいんだけどね、あんまり暑くならないでほしいですね。ほら、あ、鳥居だ。はい、これが二の鳥居ですね。いや、すごいね。ギッパ、木場山と書いてギッパと読みます。すごい勇者ヨシヒコの冒険出てきそうだね。
はい。カモシカ平。はい。そういえばね、高峰高原ホテルの方から去年登ったんですけど、あの時もね、カモシカにやっぱ会えましたよね。今日も会えるといいんだけどね。うわあ、あれね、まあ多分温泉だと思いますよ。もう流れ出た溶岩の水分でね、山肌があんな色になっちゃってます。はい、ここをね、斜面を横切っていきます。よし、着いたかな。はあ、火山館ですね。じゃあ、はい、火山か。今日はね、火山館は、休館してました。それではね、次、湯の平分岐、こっちですね。多分10分ぐらいだと思います。これはなんだ。え？トリックじゃない？トリックだな。仲間由紀恵のお母さんがいそうだな。はい、じゃあ行きましょう。はい、分岐ですね。これが、湯の平分岐ってやつか。ね。左行くと草滑り。だこっちずーっと行くと、遠見の頭ですね。あ、遠見あれじゃない。遠見の頭。去年のね、8月かな、川端って来たんですけど、1時間半ぐらいでね、遠見の頭まで、来ました。で、あの時下をね、見下ろしてね、あんな下行きたくねえよななんて言ってたところに、まあ現実的に今僕ら立ってんですけど、で、僕らはこっちですね、西の河原方面に行きます。この先はね、レベル2の地域なんで、まあ、ちょっとした噴火があると、すぐ立ち入り禁止になります。3個だな。計算した。今やった。今ちょっと因数分解を解いた。
はい。これが分岐ですね。地図によると、これ J バンドって書いてあるけど、ノコギリ岳って書いてある方かな。多分、こう崖をぐーって上がる方だと思うんですよね。外輪山に向かって。で、ここをまっすぐ行くと、前掛山ですね。じゃあ、行ってみましょう。浅間の外輪山ですね。すごいね、緑深くて。さて。はい。出た。出たよ。抹茶ショコラ。はい。浅間山です。いやー、延々と同じような道登ってね、さすがに疲れちゃったけど、振り返るとね、確実にもう外輪山と同じ高さになってますね。で、見てこの雲海。いやー、すごいな、ね、少しね見え方が変わってきました。こっちが本当の山頂ですね。火山なんて入れないけど、こっちが前掛山かな。人がいますね。さあさあ、あとちょっと頑張って。ああ、ここに来たよ。はい、山頂ですね。こっからね、火口は立ち入り禁止。はい、こっち行くとね、見てください、この絶景。はい、これはシェルターですね。おお。いいね。あんな感じだね。今日は登ってきますね。石の上が前掛山なんで、行ってみましょう。
はい、浅間山頂です。声。まあ、絶景な場所ほどね、長居すると良くないんで、この下にシェルターありましたよね。そう、シェルターのとこで、飯食いたいと思います。これね、もう見るからね、まあ、何を言いたいか分かると思うけど、セクシーな稜線ですね、これ。えらいセクシーな稜線。セクシーの意味はね、小泉進次郎のわけのわかんないセクシーじゃなくてね、ほんとズバリね、色っぽいですよ、これは。札幌一番塩にね、ウインナーね。塩にウインナーもいいね。美味しかったね。というわけで、まあ、浅間の山頂というか前掛け山ね、登って、ラーメンとおにぎり食べて、今から降ります。うわぁ、すごいね。外輪山が見渡せるポイントね、ここまで降りてきました。いやー、浅間山ね、前掛け山非常に良かったです。ということでございまして、今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。カボバでした。